取られたら同じように距離取って相手とピタッとこうくっついてください。今からやることが一番大事なのは手をちゃんとこうくっつけておくことです。ここにくっついてるんです。くっついたら前で回します。自分の体の前で回してますね、取られたら詰めて前で回してます。でこれがこうやってこうやるとついてけへんのです。相手はなんぼ最初にパッとこう相手と体がつながったとしてもこうやって引っ張ったらついてきません。相手が片手寄りに取ってきます。これを制するためには相手とここでつながり続けることが非常に大事なんです。手の力はほとんど使ってないと思ってください。取られたら自分の肘を回してください。自分の肘をくるっと回してください。何かな、お盆にこう物を乗せるみたいにパッと相手に取られたら肘からパンと回してください。これで今肩とつながりました。いいですか。肩とつながったらこの中心が今自分の真ん中にあると、はみ出取ってるからね、この中心を自分の真ん中にずっと置いときます。そうすると相手は流れてくれます。肩をピュッとこう詰める。ああ、これ取ったらここ、ここにねつきたいんです。だからむしろこう肩のジョイントのこの部分、これがパッとこうついてないと、そうこれです。これほらここくっついてでしょ。こう必ずこうなるはず。そしてそうこれをこう返してるんです。こう、そう、こう、そうで、柳川さんはこれをこうなってるんです。ゆっくりでいいですからスーッとついてください。そう、そのままですよ。体の真ん中に置いたまんま向こうへスッと、そう、もうちょっともうちょっと抜いてみ。剣をかめ。